はい、こんにちは、ショートです。グッドモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、昨日のね、動画で使ってた、ブルル入りの感じの受けサイクル結構ね、使用感良くて気に入ってるんで、まあ、そのまま使っていこうかなっていう感じですね。で、これさ、どうしようかな。神剣がとにかくきついから、バンギョ選出してフリ対面つく、神剣対面しちゃうと、ゲロいことになりかねなくて、ただまあ役割対象的に無動は結構投げたいのと、バンギただいないとうつろいとさすがにきついよね。だからあえてうつろ剣をセットで投げて、アット1、まあ、アクーラオスとかになるのかな。っていう感じもある。うつろいどどうしようかな。剣も普通に結構ゲロだから、まあ、無動あたりから入るのは確定で、無動バンギ、ブルル。ミミッキュが重くなるけど、多分おそらくこの構成なら出てこないでしょ。ザプドス行く？まあ、ダイマックスタクにはできるから、で、うつろ引き一点読みして行動して、いやー、ちょっと苦しいかな。ウィンディがやっぱ入ってくんのかな、そうなると。ただ、ウィンディ僕持ってないから、入れれないんだけどな。ウィンディ作った方がいいかな。神剣貫通できるだけでも結構、強いと思うけど、うつろから来てる。まあ、ここは即一回バンギに引くしかないんだけど、次釣るしかないかな、それか。草原で釣られる分には、釣られるっていうか、撃たれる分には構わないから。普通に、これ多分パワフルハーブのやつで、まあ、良くはないけど。まあ、メテオ撃ってもらったってことは、ここ引きたいってことでしょ？剣出てくるよな。釣るか。で、別にね、サンダーで釣っても、ウツロイドで受けられるだけだから、ブドウクマシーなのも、釣って正解だね。いやー、ここで剣出てこないってことは、剣いなそうだけど。いないならいないで、めっちゃ余裕なんだよな。砂ダメ入るから、タスキがケアできてる。まあ、プレスかな。ウツロ引きも許さないし、ハチマキ強打で突っ込んでくるのもまあ構わないかな。ハチマキじゃないね、これ。火力全然ない。タスキかな、この動き。砂で削れてるのはよろしいんだけど、まあ、盆飲み食うからこうプレスでいいか。で、うつろが出てきて、バンギ引いて、裏、神剣の場合を想定しといた方がいいから、剣ブレンダが結構やばいことになるね。だから、まあ、即サンダー引いて、ダイマタックになるか、みたいな感じかな。こう、一回羽押しといた方がよかったな、これ。なんなら暗黒強打は羽で枯らしてもよかったな。五つ目だとね、羽連打でじーっとできるんだけど、まあまあ言ってもしゃあない。ここでツロイド出てくる。次を釣ってくるかどうかだな。だからメテオでどっちみち殺されるわけでしょ？だからまああんま考えても仕方ない感じはあって。まあでもこれザプドス持ってきたのがでかいかな。ザプドスいないとだいぶね、やばかったんだよね。ブルルと選出迷ってたんだけど、こう移ろいとか。ああ、これランドロスもまずいか。削れちゃったから。まあ、サンダーいるのがまだ不幸中の幸いかな。ここ釣られるときついけど、無動をまだ捨てたくない感じもあって、捨ててよかったかな。釣られること考えると。羽とかで居座って。いや、そうだよね。ここ居座ってよかったな。神剣。
ただこれならザプドスで切り返せるから、バンギ死ぬのがシンプルにまずいから、で相手剣舞しないと崩しになんないでしょう。だからここ即ザプドス投げがいいと思うんだよね。でまあ強引にダイマックスタクを押し付けて、押し付けられてるのはこっちだね。でもで剣舞かな、おそらくここでダイマ切ってくんだったら無動捨ての方が良かったけど、まあ言ってもしゃーないかな。いやーこれ無動捨てだったな、無動捨てだったけど、剣舞されてると無動殺されながら全部貫かれるからザプドスにしか引けなくて、まあ、バンギのあれか、本地とか考えると剣ダイマ切りたいのか、ナックルならこれで相手ダイマックスもないから、割と悪くない形だと思うんだよね。まあ、大アタックがシンプルにめんどくさいけど、玉出し守ってるだろうな。まあここジェット切るしかないね。これはこれで悪くないな。やっぱ神剣安定した厚出しから受けれる駒ちゃんと用意しなきゃダメだな。無動でなんとかなんないかなとか思ったけど、考えが甘すぎるね。いくらなんでも。まあ、サンダーが対面が弱くなかったりするし、剣舞に当て投げして、ダイアタック食らいながらダイジェットで殺すとかっていうのがあったりするから、まあ、どうかっていうところではあるんだけどね。引いてくるならよし。突っ込んでくる場合はジェット一発で殺せないとまずい。さすがに行けてほしいけどね。なんとかなっててほしいけど。だし、振ってないから、火力には期待できなくて。ここのアタックは多分耐えるね、さすがに。一段階アップはしゃいで。ちょっと削れてるとはいえ。オッケー。耐えて、玉ダメが入った。相打ちでもいいよ。最悪。あ、オッケー。サンダーが強えな。だからこれね、もっと早い段階でこれやってると、ただのダイマックスタクにしかなってないから、普通にダメなんだよね。相手後発から仕掛けてきてるから、その、だって先にダイマ見せてくれてるからなんとかなってるけど、早めにあれで神剣展開されてるとやばいから、普通に。困るっていう話で、まあこれはサンダー捨ててバンギで詰めれるね。メテオ、はい、いや仕上がったりしないよね、さすがに S 上がるよね。仕上がる調整なの、怠惰なだけだと思ってるけど、僕。オッケー。さすがに餌上がる方が強いからね。いや、これまだバンギ動くか動かない芸が残ってるな。まあ、最悪守るでごまかして砂再展開もできるから、怪しくなれば、まだバンギでなんとかいけるね。最初の10万麻痺別に響かないだろうって思ってた。神剣がどう処理できるかで決まるゲームだと思ってたから、気にしてなかったけどさ。まあ、結びだよね。強くてまずくて非常にまずくて、でも神剣これこっちの方がうまく処理したんだからさ、僕が勝っていいはずだよこの試合。分かってるよね。
ファック。はい、じゃあね、そのまま続けて2戦目やっていこうと思います。相手の人は、ドリューズがいますね。これはエアームドを選出しましょう。はぁ、無動確定選出のサンダーいるからバンギがいないと無理。いやー、これサンダーとさー、カバーまとめてランクルスで見たいなー。まとめてランクルスで処理したいなー。で、ポリツーにも瞑想でやれるから、ランクルス出したいなー。で、ドヒドイデとレヒレ考えて、まあ、あ、じゃあドヒドイじゃない、ミミッキとレヒレ考えて、ドヒドみたいな選出やりたいなー。真面目に考えるんだったら、バンギムドを、まあ、ドヒドバンギムドでカバルドンを頑張る形かな。現実的なのは。プラン A はドヒドバンギムド。で、楽しく行きたいプラン B は、ランクルスムドドヒドかな。ドヒドのマックが、どっちになるかみたいな。話なんかなぁ。これ、ステロマッケールと美味しいから、無道から入って、バンギー裏に置くのも確定。ランクルスか、ドヒドイデか。さすがにドヒドじゃないとミミッキュ無理か。で、カバルドンがゲロだから、カバルドン相手に、まあ、一体寝かせながら、頑張ろうみたいな感じかな。裏がただ見えないから、初手で出てくるカバルドンは、誰が寝ていいかっていうのが、結構シビアになってくるかな。まあ、寝ていいのはおそらくバンギかな。多分だけど。ああ、サンダーのボルチェンから入ってくるタイプだったら、裏が見れるからやりやすい。一枚見えて、さすがにこのバンギ引きに対して引けないと、それで終わるから。まあ、ポリツーかカバルドンか、あたりはいるんじゃないかな。で、レヒレは割とちょっと重いから、まあ、バンギで、対面ダイマどっかで仕掛けるか、ドヒドヒでちょっと頑張ってみるか、とかかな。レヒレ普通にめんどくさいね。まあそのボルチェン展開だよね。これに抗えないから、で、サンダー出てきてて、なおかつこのボルチェンのやつにランクルス差してると普通に負けるから、バンギ選出は正解だね。ドリューズ。ここで出てくるのドリューズは楽かな、割と。あー待って、お前さ、バンドリーでさ、あ、違う、カバドリーでさ、砂かきじゃないの、ドリル打ってくんでしょ？もう、もう小ドリルしかだってやることないじゃん、相手の人。ダイアス打った方がよかったかな。あー、釣ってくんのはいいよ、別に。ポリッツー。あー、これダイマックスしてきそう、ポリッツー。まあ、それかダイアース、ダイバンあたりを一回ケアして、ポリッツー引きなんかな。だとしたらめっちゃ偉いな、立ち回り。ドリューズで全滅したくないでしょ？ダイマックスケアして一回ドヒド経由するか。で、アナライズ放電は食らっても死なないから。で、ドヒドイドの役割が割と薄いから。あ、普通に放電か。まあ、構わないかな。そんなに。あー、ちょっと良くないな。良くないな。どうしよっかな。砂ターン、ちゃんと管理して再展開するか。2ターンでしょ。いや、まあ、ここ番切でいいな。放電でマヒンないんだったら2枚しちゃえば、全部取れるから。それで悪くないかな。うん？違う、型破りじゃなかったよね。砂かきだよね。出なかったってことは。さっきなんかさ、型破り行ったと、いや、待って待って。もう、さあ。もうさぁ。なんか、出ない方をさ、型破りだと勘違いしてたけどさ、出ないんだから砂かきだよね。ここも合うか。さすがに。多分、こう突っ張るしか空いてなくて。ねえ、もう、せっかく砂あるターンにさ、うにょうにょできると思ったのにさ、バンギのヒットポイントなるべく管理したいから、ドヒドをこうやって何回も経由できるのがいいね。引き先の駒が、ドヒド以外にちゃんといるときは。受け駒はね、ドヒド1枚だと、ドヒドのところを釣られ放題で殺されるんだけど、相手も引いてる。
ドリューズ。型破りじゃない、そうだよ、そうだよ、そうだよね。勘違いしてたわ、めっちゃ。何をね、言ってたんだっていう話だけど。これはでも、型破りじゃないなら、弾でも無道でいけるから。負けないと思うんだけど、どうやっても。で、無道を置けた瞬間にステロ負けるのも確定するから、割と余裕あるんだよね。何をしてくる？地震？剣舞。まあ、そうやったら鉄壁を絡めなきゃいけないけど、ステロ巻く余裕もある。サンダーいるからステロの方が優先だね。プレス押しに行くよりは。あ、6ブラはいい。雪崩だったらやばいと思ってたけど、6ブラは全然いい。命中数によるけど、オッケーオッケー。これぐらいなら全然構わない。弾で削れるなら無理にステロ巻く必要も別にないな。じっくり、じっくりきっちりかっちり待っていくべきで。ステロ巻きたいけど、さすがに羽で無道回復しとかないと、次のサイクルが浮かんないから。殴ってくるんだったらね、ステロ巻いてから羽ってしたいけど、引くよね、そうだよね。さすがに引くしかないと思っていて、サンダー。いやーこれステロ負けてないからサンダー出てき放題なのがね、非常に、非常にあれだね。え、ちなみになんだけどさ、アナライズってことはあのポリッツ早くないんだ。こうサンダー多分ボルチェンなんだよね。って考えると、無道のプレスで、プラニプレスで、ポリゴン2が殺せるんだったら、いや、無理か。プラニプレスじゃまだ無理か。2回は打たなきゃいけないから。ダメ消したけど普通に無理だから引くしかないです。ね、いけるんだったら、ここ羽をして裏に引かれて、プレス、対面で裏にぶち込んでみたいな感じのパターンがあったんだけど、これだとドリューズが、弾で削れるか何がどっちが先かみたいな感じになるかな。バンギはまだヒットポイント的に余裕があるから、繰り出しはそんなに心配してないんだけど、これでさらにステロがね、加わってると結構やばかったかな。ここポリツーなんだ。まあ待っていいかな。さすがに即引きないと思うんだよな、ドリューズに。竜舞通る。だから、麻痺ってるせいで、麻痺ってなかったらさ、砂からして2枚すればさ、地震で、ドリューズ殺してたから強かったんだけど、その、あれがないから。いや、ただその、サンダーポリツーみたいに投げてきてると、やっぱ、バンギ刺さるな。ここ、ドリューズ読みで、地震いきます。まあ、ポリツー突っ張でもいいよ。結局、再生押さなきゃいけないから、こっちもっかい待ったり、残飯の回復稼げたり、みたいな。感じになっていくから。麻痺ってるから相手余裕あるんだよな。これ2枚されるとね、ドリューズで砂枯れると上から殴られるようになるから、引くしかなくなるというか、引くの強制できるんだよね。オッケー。このパターンマジでね、焦ってドリューズとかエースマン出てくるから。おら死ねボコーン。オッケー。これウキウキになるわ。このプレイング通ると。これであともう、バンギで詰めて勝ちだもん、裏。しかも1枚してるバンギ残るから、殴り合いが強いっていうね。ポリゴン2出てくるんだったら無限に舞うし、サンド出てくるんだったら6ブラ押していくし、みたいな感じでね、いいんでね。まあ、ポリ2でこっからあと相手頑張る。まあ、こっち、TOD 押しても構わないけど。まあ、2枚しとかないとさすがにポリ2押せないから、パワー的に。相手これバンギが無理になるんだよね、おそらく。積んでるともうバンギで。前のシーズンもね、2000乗るまでの試合でね、あれで出てくるエースバンとか結構ホームったね。まあもう一回回ってくると思うんだよね。ただまあ、S 振ってると、そう、あれだったりするんだけど、この台までさ、待って、これでダイスチル打ってくるのだけほんとやめてほしい。それ以外はマジで何でも許すから。あとダイアースこっちが打ってる時にマヒンのもほんとに勘弁。ご勘弁願いたいんですけど、いやでもこれ裏ちゃんと捨てて
砂再展開してみたいなことやった方がいいか。あー、前んのは OK。このポリス相当遅くない？ナイス。これね、万儀回復しなくなっちゃうからちょっと嫌だけど、まあ、第ロック押してっていいかな。ポリツのダイマックスのダーンも言うて限られてるから。で、D 別にもう上げる必要もないでしょ。だからまあ第ロックでいいかな。こっからは。結局ヒットポイント満タンちょっとぐらいのバンギロスに戻るだけだからね。ダイマックスし直して。なんか結構前期の構築記事昨日読んでたんだけど、なんかやっぱ竜舞番技で、三段に受け出して竜舞して納得と殺すとか、まあ氷技入れて、ランドロス殺すとか、そういう風になってる番技が結構多かったっすね。考えることはやっぱみんな、割と似たり寄ったりになってくるんだろうなっていう感じはあったんだけど、オッケーオッケーオッケー。いいダメージ。で、これで砂でも氷でもポリツ結局削れるから、次のロックの、圏内ぐらいなんじゃないかな。まあ、麻痺って動かないことを考えるとロック連打しときたいかな、できれば。次のロック、てか次チビになるから、ロックで倒せて、三、あれ？チビになる？もう一ターンある？もう一ターンあるよね。このロックでポリッツ倒せてサンダーも大ロックで相手できると楽。倒せないかなぁ。いけてほしいけど。うい。これででかいままバンギーが砂も再展開してサンダーと当たれるから強いね。あと、納豆、なんだっけ、ダイナックル、本地入れないでダイナックルとかナックル系連打して倒す前提にしてウーラオスにも抗えるみたいなノリも面白いなとか思ったりね、してる夜を過ごしてましたね、昨日は。バンギラスが多分だから、まあ、サンダーが強い以上、それにさ、割と何回も繰り出して、で、高スペックなバンギラスが、ま、その、注目されるっていうか、使われるのは、まあ、割と自然な流れかなっていうね、感じはするんですけど、全然効かないんだよな、俺。オッケー、今回マヒンなかったの偉。さっきの試合悲しかったけど、うっぷんばらしだわ。うっぷんばらしって技あるからね、バンギラスに。リアルうっぷんばらしだけど。オッケー。ちょ、ブルル。ブルルってもうちょっと使おうと思ってたのになんか選出されなかった。まあ、いいや、GG、お疲れ様です。